バタヤンプロジェクトシーズン2の部分痩せの今回からはお腹痩せ編なんですが、今までは二の腕をやってたので二の腕の測定をとりあえずしないと思います。もう二の腕は全然痩せないということでね私もね、もうやったりやれへんかったりがひどい。やっぱさ、なんかやった時に雰囲気があったなって思うんだけど、一番初め、これもう半年ぐらいやってんのかな、はっきり言うて。半年やって全然変わってないって、なんでか言ったらね、これはもうあれなんです。やってないんですよ、結局のところ。これはもう28センチ。まあ、気持ち入れても 27.9 センチとか、そんなんかな。もう自分の気持ちの中で8センチよりはちょっと下。27.9 センチ。半年やって、まあ、やってんのかやってないのかで 1.1 センチいう感じです。チーン。お腹をチーンってならないように、絶対やる。なぜかというと、私は今まで、お腹はもう、マイナス20センチまで頑張ったことがありますから、でもその時も今はだいぶ増えてますけれどもね、てかそれを今から測りたいと思います。じゃあ、だからこれね、まあ、初めこうしてて測ろうと思ってんけど、こうか。これやとちょっとよく分かれへんから、これを3回折り込んでっていうふうにしようと思って、1回、2回、3回。ほんでね、お腹ってさ、思いっきりへこませたり、お腹はへこませたらなんとでも融通効くでしょ。だから逆に、思いっきりへこませた状態で毎回測ろうと思って。分かる？これでも思いっきりへこませてない、私。へこまして、これ。へこました状態で、一番この一応くびれている部分と、腰回りを測る。思いっきりへこましたよね。そうじゃないと、なんか、自分の中でも何とでもなりそうな気がする。思いっきりへこました。よし。75.6。思いっきりへこまして 75.6 ね。で次は思いっきりへこまして、思いっきりへこまして、腰回り、91.3。まあ、自分だけで分かってるよね。ここごまかしたところで何もないからね。91.3。よし。これを、まあ、およそ思いっきりへこまして60センチ台になったらいいかな。でも一応ですね、このズボンを履いて、このはみ肉もちょっとチェックしましょう。少々お待ちください。よし、皆さん覚えてますか？これ。これね、これ全然ボタン閉まらなかったのが閉まるようになったんですよ。閉まるよ、ここでやってとか。閉まるようになったけれども、見てください。こういう状態なんです。だからこれがなくなるように、だから今の状態を、これはもうなんかふうてた。こんなのね。お腹へこました方がいいけど、お腹ふうてた。こんな感じ。だからここがこんな感じですという。なんか勝手にこれを、こんな感じですよね。こうしとこうか。こんな感じです。今ね。だからこのブヨブヨらへんが取れるかどうか。よし！ということで、最強のちょっと私、いろんなあれを見てやりま、今日はやりますので、一緒にお願いいたします。よし！では皆さん、4月、5月と2ヶ月にわたって、お腹痩せ、皆さんお腹痩せというのがですね、やっぱり非常に多かった。その次は太もも、その次全身痩せという贅沢な悩みばかりでしたけれども、わかります。ということで、私も先ほどもお腹を測っておりますので、ちょっと2ヶ月後にはどうなるかというのをですね、やってみたいと思います。では行きますよ。だいたい40秒の運動を全部で5個します。行きます。まずは、腰、フリフリプランクね。腰フリフリプランク。プランクの形をとって、腰をこうやって、腰をこうやって振るっていうのも40秒です。できない方はこのまままっすぐで結構です。これもできない方は膝ついてこのプランクで結構です。
腰振りプリプランクいきますよ。よーい、ピッ。これ40秒です。もう腰振り振っちゃってみましょう。息をしっかり吐いてくださいよ。腰のお肉を取りましょう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 。お尻が怖がらないように、なるべくまっすぐで下がらないように。 OK。 次も腰周りの肉いきますよ。いいですか。こうやってね、肘と膝つけて、つま先と手、肘と手、これを40秒いきます。まず右からいきます。よーい、ピッ。肘膝先っちょ、肘膝先っちょ、肘膝先っちょ。これ来てるでしょ、腰とウエスト。もうちょっと、おしまいで、もうちょっとで OK。 いって、よし、反対もこれいこう。次もこれいきますよ。同じやつね、40秒。いきます。よし、よーい、スタート。よし、肘と膝先っちょ、肘と膝先っちょ、息して。もう半分過ぎてます。頑張れー。あと5秒。オッケー、お疲れー。よし、じゃあ次は足をクッと上げて伸ばす、クッと上げて伸ばす。これ40秒いきますよ。いきます。よーい、スタート。下腹に力入れて、あれ、私押してるよね。押し終わった。よし、次で最後。ちょっとゆっくり喋りながら、休憩取り入れながら、次は膝にタッチしたら、次は手で足首を片方タッチ、ここタッチしたら、次反対側のくるぶしタッチ、こうやってくるぶしタッチ。これ最後、はあ、暑いな。たったこんだけやけど、全体的に大体5分もないですよ。大体5分ぐらい、いきますね。よーい、スタート。よし、はい、膝くるぶし、膝息してくるぶし、膝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 く
くるぶし、膝、くるぶし、膝、くるぶし、くるぶし、もうむちゃくちゃ、くるぶし、あ、膝、痛っ。お疲れっしょん。よし、お疲れさん。よし、これは結構腰回りの肉、私も45歳になりまして、もう秘書後にして50歳でありますけれども、なかなか大変です。大変やけど、これとにかく2週間続けたらどんなことになるのかというのをですね、まあ、2ヶ月やな、また2週間後測定とかしたいと思いますけれども、ジーパン履くのは2ヶ月後にしようかな。とにかく測定は、また2週間後にしたいと思います。腕はね、ほんまほとんど痩せんかったというか、やれんかったから、このお腹に関しては私ちょっと頑張りたいなと思ってます。これお腹は分かりやすく結果が出やすいから、ある意味ちょっと明日筋肉痛になってるかもしれませんけれども、ぜひぜひ続けましょう、一緒に。ちょっとお腹を腹筋ちょっと割ってみたいね。ほな、4月はもう明日から、今日から明日から、これをやってみてください。お願いいたします。一緒に頑張りましょう。